ウノはトランプゲームやクレイジーエイトを遊びやすく改良したカードゲーム。スペイン語またはイタリア語で数字の1を意味するうノが名前の由来である。アメリカンページンにもよく似ている。1971年にアメリカ合衆国オハイオ州で理発店を営むマール・ロビンスにより考案され、1979年に広く発売されて人気となった。 本ゲームは専用のカードを用い、配られた手札を早くレイにした者が勝者となるゲームだが、対戦相手を妨害する役札が存在することと、残り手札が1枚となった時に、うのと宣言しなければならないことが特徴。世界80カ国で、これまでに1億5000万個が販売されている。現在は、バービー人形で知られる玩具メーカーマテルが権利を保有しており、 日本ではマテルインターナショナルから発売されている。他にもコンピュータソフト版や専用カードの特徴を他のゲームと融合させたもの、オリジナルルールやオリジナルカードを採用したバリエーションも存在する。一つのうのセットには108から112枚のカードがある。長らく標準は108枚であったが、2016年のリニューアル版より4枚の新たなカードが追加され、 標準は112枚となった。ただし後日の派生版にはこの4枚の新カードが含まれていないことが多い。ウノで使用されるカードには数字カードと記号カードがある。カードは一部を除いて青、赤、黄色、緑の4色で色分けされている。記号カードは1990年代までアルファベットで表示されていたが、後にピクトグラムに移行している。 UNO のカード UNO のカード以下は、日本うの協会公認ルールや取扱説明書を参考として記述している。プレイ可能人数は2から10人程度。1枚ずつカードを裏向きのまま引いて、最も多い数字のプレイヤーがディーラーとなる。またディーラー決めはじゃんけんでもよい。各人に7枚ずつカードを配り手札とする。残りのカードは重ねて中央に置く。 山札の一番上のカードをめくり、山札付近のエリアに置く。場札が決まったら、ディーラーがその場札を出したものとして処理し、ゲームを始める。自分の番になったら、手札の中から、色、数字のいずれかが、場札と一致するカードを一枚場札に重ねて出すか、山札からカードを一枚引くかのいずれかのアクションを、行う。例として、場札が、青の2の場合は、 青色のカードまたは2のカードまたはワイルドカードが出せる。同じ数字のカードを複数持っている場合でも複数まとめて出すことはできない。なお、出せるカードがない場合は山札からカードを1枚引く方しか選べない。山札からカードを引く方を選んだ場合、引いたカードがバフだと色、数字のいずれかが一致するならそのカードを場へ出すこともできる。ただし、引いた。 カード以外のカードを出すことはできない。バフダが変化した場合、次の哲害のプレイヤーは、新しいカードがバフダとなるので、今度はそのバフダの色、数字のいずれかに一致するカードを場に出すことになる。ただし、記号カードや特殊カードが出された場合以下に従う。山札がなくなったら、一番上のバフダを場に残し、ディーラーがよくシャッフルした後、ディーラーの左隣の プレイヤーがカットし山札とする。主札が残り1枚になったら、うのと宣言しなければならない。宣言を忘れたプレイヤーは、ペナルティとして山札から2枚取らなければいけない。ただし、次のカードが出されるか、山札のカードが取られるまでに、他のプレイヤーに指摘されなかった場合は、ペナルティは発生しない。しかし、バニーカードを出すことと同時に1枚になり、次の、 プレイヤーがカードを出そうとする様子が始まる前には、宣言を忘れたと判断することはできない。誰か一人が手札をすべてなくしたらその時点で1ゲーム終了。残った者たちで続けてプレイすることはせず、約殺の処理をした上で、各人の残り主札の内容に応じた点数を獲得する。なお、最後に上がる手札に制限はなく、何のカードで上がってもよい。 点数の計算方法は国際ルールと日本ルールがある。カードには下記の通り点数が定められているのは共通だが国際ルールは敗者全員の残ったカードの点数を合計した点数が勝者に加算されるのみであるのに対し日本ルールは各敗者の残ったカードの点数をそれぞれ減算してその分を勝者に加算するようになっている。国際ルールは五百点選手。 日本ルールは回数制である。なお、遅くとも2020年のウノミーニーマリースタからは、日本版でも国際ルールを採用している。非公式ルールとして、下記のようなものがある。浸透しすぎてこちらが公式ルールだと思い込んでいる、人が多いルールもある。一部のルールは公式的に認定されており、コンピュータゲーム版ではオプションで切り替えることができる。ゲーム開始時のルール。 編集特定のカードの効果に関するルール、編集カードの出し方に関するルール、編集上がり方に関するルール、編集マーテルからライセンスを受けたコンピュータゲーム版はトミー、ゲームロフトなどから発売されている。一部はオンライン対戦も可能。最大4人で対戦ができる。プレイヤーの識別はあらかじめ与えられた色とマークを組み合わせるが、一部の機種では次のようなこともできる。 特徴は以下の通り、セガサターンから、ウノデラックス、プレイステーションから、ウノがメディアクエストより発売。PS 版は電撃プラシアンドオップス、ソフトレビューでは70、70の140点。レビュアーは細かいルール設定が可能で、キャラクターがいい味を出していて、全体的には悪くなく、友達との勝負に備えて腕を磨くのにいいかもしれないとしたが、 対戦中のキャラたちのセリフとリアクションは飛ばせず、控えめに設定することもできるがそれでもちょっと長くて、ルールによっては長時間の対戦することもあるのでそのあたりを考えて欲しかったとし、二人協力プレイは基本と人数でする遊びなため、辛いとしたものと熱くなれるとしたもので分かれた。マイクロソフト版は XBOX360 専用であり、XBOX LIVE アーケードで、 ダウンロード販売している。現在は Windows 8以降アプリとしても無料ダウンロードが可能。AB カードゲーム、うの初のルール変更が発表。3月中旬より2種類の新カードを導入。インサイド。2016年3月10日へ覧。日本人公案の新しいカードが世界の公式ルールに、うのカードゲームリニューアル新商品発売。 マテルインターナショナル株式会社のプレスリリース。prtimes.jp2020 年5月1日閲覧。本当は知らない、うののルール。日本うの協会。2019年3月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年5月9日閲覧。うのの正しいルール、知ってる説明書を熟読したら、知らない、ルールだらけだった。 価格。コムマガジン。kakakumag.com。2020年7月14日閲覧。abc これを良しとするルールも存在するが、あくまでも非公認ルールである。バフだと同じ色がないときは出すことができるルールが存在する。abcdefo の方しまる。知られざるうの公式ルール。 ニフティデイリーポータル Z2014 年3月26日、閲覧。うのさんはツイッターを使っています。If someone parts down a plus 4 card, you must draw your and your attorneys skip to, you can, t put down a plus 2つ make the next person draw 6, we know you bay t r i e it, うの https コロンスラッシュスラッシュ t.co スラッシュ w oegca4r01。 ツイッター2019年7月26日閲覧。AB 電撃。ステーションボリューム七十一7 1 1998年4月10日。540ページ。ありがとうございます。